家事にも育児にも非協力的な夫と、ワンオペで懸命に頑張るイッチ。ある日夫がとんでもないことを言ってきた。元カノの子供を一週間預かれというのだ。しかもその間自分は実家へ帰ると言い出す夫。イッチはふと一つの可能性を考える。その可能性はやがて現実となり、イッチに覚悟を決めさせた。固い決意を胸にイッチが起こした行動とは？そして夫に待ち受ける運命とは？元カノの子供を無責任に預かる夫。我が子を連れ実家に帰った結果。復職前に子供の保育園が決まって一安心。裏山。うちは待機児童いっぱいでお先真っ暗。地域差あるよな、保育園とか幼稚園とか。うちは希望すればほぼ入れる過疎地。会社内に託児施設ある私は勝ち組。いいな、社内託児施設。送迎とかめっちゃ楽だよね。一致のとこは何歳児？未満児。受け皿少ないからマジ助かった。シングルなので優先順位高かったのもあるかも。未満児でシングル？もしかして事情あり？うん。最近離婚したばかりだよ。身も心もすっきりさっぱり。前向きな離婚だったわけだ。詳しく。うん、すべて終わったからぜひ聞いてほしい。そして良ければ前途を祝福してほしい。よしかもーん。結婚し、一緒に暮らし始めて分かったこと。夫は家事を全くしない人だった。大学時代は一人暮らししてたらしいから、できないわけではない。ただ、自分以外にやる人がいると、とことん何もしない人だった。脱いだ服を片付ける、ゴミをゴミ箱に捨てる。使った食器を片付ける。そういった、お手伝いレベルのことすらしない。そのくせ私の家事には完璧を求める。ほら、ここ埃溜まってるよ。とか。ゴミ箱いっぱいなんだけど、早くまとめちゃってよ。とか。あなたがやってもいいんだけど。というと。いや、それは俺の仕事じゃないから。だって、私の仕事と決まってるわけでもないんですが。そんなでも、私が妊娠すれば、子供ができたら変わってくれると思っていた。でも、そんな希望はすぐに打ち砕かれた。つわりで辛かろうが、お腹が大きくて苦しかろうが。何を訴えても夫は何も変わらなかったんだ。次第に私は何も夫に言わなくなった。期待しなくなっていった。だって期待して裏切られたら、辛いのは自分だったから。最初から期待しなければ、自分一人だと思っていれば、傷つかなくて済むと思ってしまったんだ。そんな生活の中で生まれた娘は、私のかけがえのない宝だった。もちろん出産は大変だったし、授乳やおむつ交換で眠れなかったり。産後の体の痛み、家事も育児も一人でやらなければならない辛さ。それでも娘の笑顔、寝顔を見ると、すべてが吹き飛び、癒された。もう夫がいなくてもいいや。娘さえいればそれでいい。そんな風に思っていた。これはちょっと反省している。私は夫には何も要求することなく、家事も育児も一人でこなしていた。夫は特に娘を可愛がる様子もなく、仕事から帰ったら携帯ポチポチ。一人で風呂に入り、一人で寝る。土日となれば朝から一人で出かけてしまう。俺がいない方がいいだろ？と、そんなことを言いながら、まあ実際いない方が楽だった。この頃夫は、大学時代のサークルのメンバーと、何度も飲みに行っていたらしい。私にも連絡は来ていたが、妊娠中に出産直後と、とても飲みに行ける状態ではなく、事情を説明して断れば、サークルメンバーは皆納得して受け入れてくれた。なのにあいつはヘラヘラ飲みに来てるのか。今度来たらとっちめといてやるわ。そう言ってくれる友人もいた。娘が3ヶ月を過ぎたある夜、突然夫が女性を連れて帰ってきた。時間はもう22時近い。アルコールの匂いをプンプンさせながら入ってくる。はじめまして。そう言ってなぜか体をくねらせるその女性。その隣には3歳くらいの男の子。こんな時間まで連れ歩いていたのか？人ごとながら信じられない。その子は自分の服の裾をいじりながら、食い入るように私を見ていた。眉間にシワを寄せる私の前で、夫はヘラヘラと笑いながら言う。この人、サークルの先輩なんだけどさ、最近再会して、よく遊んでるんだよ。子供もいるし、一致のいい先輩になるんじゃないかと思って。わざわざ来てもらったんだから、ちゃんとお礼するんだぞ。と、さもしてやったという顔でふんぞり返る夫。サークルの先輩ってことは、私の先輩でもあるのか？しかし、どうにも見覚えはなかった。そんな私の表情を見て、疑念を悟ったのだろう。その女性はクスクス笑いながら私に言った。私は夫くんの二つ上だから、イッチちゃんは知らないかもねー。私、ちょっとだけ夫くんと付き合ってたんだよねー。あ、今はもちろんなんでもないけどね。夫の、元カノさんですか。言われていい気分はしない。たとえ何の期待もしていないと言っても。
そんな私の気持ちをわかっているのだろう。女性は声を上げて笑った。やだー、そんなに睨まないでー。今は何にもないって言ってるじゃない。それより、お客さんにお茶も出ないの？そんなんじゃできる奥さんになれないよ。そうそう、こいつ子供ばっかでさ、俺のことないがしろにするんだよ。お前からも言ってやってよ、ちゃんと旦那様を大事にしろって。夫くんかわいそう、私はいつも夫を大事にしてるよ。帰ってきたらビールとおつまみ用意してあげるし、ご飯も毎日手作りしてるもん。ほら、一致も見習えよな。わかったら、何か気の利いたもんだせよ。あ、息子くんにはジュース出してね。ちゃんと果汁 100% のやつね。うちは3ヶ月の子供がいるんで、気の利いたものなんて出せません。100% ジュースなんてものもありません。お引き取りください。これ以上なくストレートに、帰れ。と言ったつもりだった。が、敵は一枚上手だった。3ヶ月？まだまだ赤ちゃんじゃん。これからもっと大変になるよ。そうだ、今のうちから練習したらいいよ。うちの子貸してあげる。そうね、2時間くらいしたら迎えに来るから、したら夫くん、その間飲みに行こう。お、そうだな。いっち、しっかり練習しろよ。ちょ、何考えてんのよ。私が止めるのも聞かず、そのまま家を出ていく二人。ドアの外で腕を絡めるのが見えた。追いかけようと思ったが、娘が眠っている。一人にするわけにはいかなかった。そして置いていかれた3歳児。当然私に3歳児の育児経験はない。突然親に置いていかれて泣かれたらどうしよう。せっかく寝ついた娘が起きてしまう。だいたい3歳って、おむつ？パンツ？うちジュースないんだけど、お茶飲ませてもいいの？恐る恐る子供の方を見ると、無感動な瞳で玄関を見ていた。やがて見られていることに気づいたのだろう。じっと私を見上げて。ギャー。は、うるさ。突然規制を上げて部屋に上がり込む子供。一目散にソファーに飛び乗り、そのままジャンプ。ソファーで跳ねないで。壊れちゃう。思わず大声で静止する私を睨みつけ、さらにジャンプする子供。やめなさい。なんとかやめさせようと抱き上げれば、いやいやと身をよじり、私の手をつかむ。やだー、遊ぶー。ソファーはおもちゃじゃありません。そのまま床に下ろせば、またソファーによじ登ろうとする。それをまた止める私。必死の攻防戦。そして恐れていたことが起きた。ふえ、ふにゃー。ああ、起きちゃった。眠っていた娘が起きてしまったのだ。あれだけの大声で騒げば仕方のないことだろう。慌てて寝室に向かい、抱き上げる。無理に起こされた娘は不機嫌そうに泣いている。赤ちゃん。泣き声を聞いた子供は驚いたように娘を見た。その目は先ほどまでとは違い、輝いていた。少しだけ気を取り直し、私は娘を抱いたままソファーに座る。隣に座り、覗き込むその子に見えるように、私は娘をあやした。びっくりしたね、寝てたのにごめんねー。再び眠れるよう、ゆっくりしたトーンで話しかける。隣でおとなしく見ていた子供がそっと手を伸ばす。いい子いい子してあげてね。こんなに小さい子供でも、自分より小さい子を可愛いと思うのかな？少しだけ微笑ましい気持ちになり、笑みを浮かべた瞬間。嫌い。ガーン。何すんの？その子はいきなり娘の方を叩いたのだ。火がついたように泣き出す娘。娘を叩かれて激高する私。慌てて娘を抱き直し、子供から距離を取る。子供を排除する敵とみなして睨みつければ、その子は一瞬だけ泣きそうな顔をした。が、それもつかの間。すぐに肉々しげな笑顔になる。そのままテレビの前に陣取り、リモコンで床を叩く。テレビ、つけて。もうかけらも相手にしたくない私は、リモコンをひったくって電源を入れる。入れっぱなしの動画配信サイトで、適当な動画を流してほっとこう。私は寝かしつけのため、リビングを後にする。娘は30分ほどで眠りについた。やれやれと思ってリビングに戻れば、元カノの子もソファーで寝起きてしまっていた。少し汚れた方に涙の跡。さすがに少しかわいそうに思った。寝やすいように体を直してやり、毛布をかける。考えてみれば、この子も被害者なのかもしれない。こんな時間まで連れ回されて、いきなり知らない人の家に置いていかれて。かといって、私がやってやれることはないのだ。私は娘と自分を守ることが最優先なのだから。結局夫と元カノとやらが帰ってきたのは、日付も変わった午前1時頃だった。え、お風呂も入れてくれなかったの？夫くんの奥さん、マジ気が利かないねー。うわマジ？子供風呂に入れてやらないとか、お前の母性本能どうなってんの？と、帰ってくるなりそんなことを言い出す二人。いいから早く家で寝かせてあげてください。自分の子でしょ？かわいそうだと思わないんですか？
せっかく貸してあげたのにありがとうもないんだ。礼儀知らずなんだね。子供を貸し借りできる人間ではないので。私がひるまないことに痺れを切らしたのだろう。元カノは子供を叩き起こす。ほら、帰るよ。う？眠そうに目をこする子供。引きずるようにして帰っていく元カノ。いたたまれない光景だった。これに味を占めたのか、元カノはその後もちょくちょく子供を預けに来た。今日も貸してあげるねー。そんなことを言いながら、子供を置いていくのだ。私が何度断っても聞く耳は持たない。そして、何度か押し付けられるうち、それなりに情も湧いてきた。愛に飢えているだけで、根は悪い子ではないのかもしれない。その証拠に、娘に時折優しい言葉をかけたり、頭を撫でる様子が見られたりした。また仕方なく用意する食事に目を輝かせ、とても美味しそうに食べるのだ。いっちちゃんのご飯美味しいねー。そう言って笑顔で口いっぱいに頬張る姿は、正直可愛かった。元カノが来るたび一緒に出かけてしまう夫より、ずっといいと思ってしまったのだ。そんな風に私が現実から目を背けていたある日、サークルの友人から連絡が入った。言おうかどうか迷ったんだけど。友人が教えてくれたのは、夫の浮気だった。驚きはしなかった。あれだけ家に来て、その度に夫と消えるのだ。考えなくてもわかることだった。ただ、私が現実から逃げていただけなのだ。友人は続ける。距離が近いなとは思ってたけど、この前二人がホテルに入ってくの見ちゃってさ。赤ちゃん抱えてるイッチにこんなこと言っていいのか、わからないけど、ごめんね。教えてくれてありがとう。うすうすそうじゃないかなとは思ってたんだ。そろそろ現実と向き合うべきだろう。娘のためにも、私のためにも。そしてついでに、あの子のためにも。あの子も、幸せになる権利はあるはずだ。友人との電話を切り、私は一冊のノートを取り出した。結婚当初からつけている日記帳だ。日々のことはもちろん、夫の言動、娘の成長、その時の感情など、取り留めもなく書き留めている。子供を置いていかれるようになってからは、その頻度、時間なんかもメモしてあった。そして、いくつかの弁護士事務所の連絡先も、離婚に強いという評判のところばかりだ。現実から目を背けながらも、いつかはこうなるんじゃないかと思っていた私。心の奥底では覚悟を決めていたのだろう。何のためらいもなく電話をすることができた。何件か電話し、感触を確かめる。その中で、一番親身になってくれたところに予約を入れた。提携している調査事務所もあって、証拠集めも受け負ってくれるという。それから私は、実家の母に電話をかけた。夫についてはこれまで何も知らせていなかった。しかし、0歳児を抱えて離婚するとなれば、両親の協力はできれば欲しいところだった。いつものように元気に電話に出てくれた母に、私はなるべく冷静に事情を話す。そっか、イッチ、よく頑張ったね。私の話を最後まで聞いた母は、そう言って受け入れてくれた。イッチはどうしたい？私たちはイッチの味方よ。後悔しないように、みんなで考えましょう。その声で、視界が開いたような気がした。これから先、後悔しないように。現実的な話をして、電話を切る。私が覚悟を決めたことを、夫に気づかれないように。まあ夫は私や娘には興味はないようだし、それより元カノとの火遊びに夢中だし。もろもろの手はずを夫不在の間に整える。そんな中、きっかけは訪れた。出勤時間になってふと思い出したように、夫がとんでもないことを言い出したのだ。あ、今日から一週間、元カノの子供を預かることになったから。はぁ？子供を預かる？どういうこと？そのまんまの意味だよ。あいつ出かけるんだとさ。だからその間預かるって言ったんだよ。一致同棲一日中家にいるんだし、一人も二人も変わらないだろ。俺は実家に帰ってるからさ、子供たちとのんびりしろよ。0歳児と3歳児抱えてのんびりできるわけないでしょ。しかも3歳児は自分の子供じゃないんだよ。あいつもたまには息抜きしたいんだよ。そのくらいわかってやれよ。冷たいやつだな。息抜きなら私だってしたいよ。だいたいあの人しょっちゅう子供置いていって。息抜きなら十分してるでしょ。うるさいなぁ、お前母性本能ないの？とにかく、今晩連れてくるからよろしく。逃げるように出かけていく夫。連れてきてしまえばこっちのものと思っているのだろう。0歳児を抱えた私に行き場などないと、高をくくっているのだ。確かに今までだったら、文句を言いながらも受け入れていたかもしれない。しかし泊まりとなると訳が違う。しかも一週間なんて、とても責任が持てない。責任、そもそも私に責任なんてない。責任を負うべきは元カノとその夫だ。元カノの夫？そういえば元カノは、夫を大事にしてると言っていた。元カノの夫は、この現状を知っているのだろうか？
考えたこともなかった。元カノ夫とはどんな人物なのだろう。私は友人に連絡を取ってみた。あの人の夫？あ、なんか SNS で繋がってたかな？結構なお金持ちらしいよ。私も直接話したことはないんだけどね。SNS のアカウントで良ければ教えようか？教えてもらったアカウントから推測すると、旦那さんは本当に忙しい人らしい。こんな人は、いきなり知らない人から連絡来ても、きっと警戒するだろうな。ダメ元で連絡を入れてみる。私の素性、夫や元カノのこと。今まで何度も子供を預かってきたこと。今日から一週間預かれと言われていること。もちろん間違いの可能性も考えて、個人情報には気をつけた。その後私は荷造りを始める。誰がおとなしく夫の帰りを待つものか。母に連絡を入れれば、途中まで迎えに来るという。荷物をまとめ、ついでに弁護士にも連絡を入れた。浮気の証拠大量ゲットですね。励ますように言ってくれる弁護士に笑ってしまった。元カノ夫のアカウントが分かったことも吉報だ。おそらく夫は、元カノとその子供を連れて家に帰ってくるのだろう。その時私はすでにこの家にはいない。二人はどんな顔をするだろうか。見てみたい気はするが、好奇心に負けて全てを無駄にするわけにはいかない。その他もろもろの準備を済ませ、私は娘と共に家を出た。途中母と合流し、のんびりと実家に帰る。夕方になり、家に着いたであろう夫から、大量のメールと着信が来た。おい、どこに行ったんだ。今日から子供を預かるって言っただろ。お前母性本能もない上に責任感もないの？マジ終わってんな。拗ねてないで早く帰ってこいよ。子供も元カノも待ってんだよ。おい、いい加減にしろよ。と、繰り返しかかってくる着信の間に、脅しのようなメールが入ってきたので、私は父に携帯を預けた。かかってきた着信に出る父。おい、お前どこにいるんだよ。夫くんかい？久しぶりだね。は？と、電話の相手が私じゃないことに気づいた夫。途端にトーンがおとなしくなる。最近君は随分娘に甘えているそうだね。家事も育児も丸投げで、娘はだいぶ弱っているよ。随分痩せて、父親としては放っておけない。しばらくこちらで預からせてもらう。いいね？それは。娘も孫もこちらにいるんだ。君はもう大人だ。自分一人の面倒くらい見られるだろう？なんなら実家に帰ってもいいじゃないか。しょっちゅう帰っているらしいじゃないか。なんならうちから電話を入れてもいい。そうするかい？結構です。そう言って夫は電話を切ってしまった。スピーカーにしていたので、その声は私にも聞こえた。これでしばらくはこちらに連絡もよこさないだろう。しかしいいのか？もっとガツンと言ってやろうか？ありがとう、でも大丈夫。手は打ってきたから。子供を私に預けて一週間。夫と元カノは一緒に過ごすつもりだったのだろう。私がいなくなり、二人きりとはいかなくなったが、夫の考えそうなことはわかる。私たちの家で、偽りの家庭ごっこでもするつもりだろう。あの子には寂しい思いをさせるかもしれない。一週間ではっきりした浮気の証拠を集め、離婚を突きつける。それが弁護士と相談して立てた計画だった。が、その計画は完遂されなかった。元カノ夫の代理人だという弁護士から連絡があり、共同戦線を張ることになったのだ。私から元カノ夫のアカウントを伝えられた弁護士は、自身の名前を出して接触を図った。弁護士からの連絡に、元カノ夫はさすがに迅速な対応を取ってくれたらしい。夫と元カノが浮気をしていること、私にしょっちゅう預けていること。そういった事情を説明すると、真っ青になっていたという。仕事が忙しく、家庭のことは妻に任せてしまった。実家の母に預けたというから、それを信じていた。まさか浮気して、その相手の奥さんに預けていたとは、本当に、申し訳ない。と、深く頭を下げていたそうだ。また子供について聞くと。仕事の都合がつく限り、一緒に過ごすようにしています。私の前ではよく甘えて、素直な子ですが、それも妻に言うと、普段を見てないからだと。その言葉に嘘はないと信じた弁護士は、計画の変更を私に申し出たのだ。この際同時に進めた方が、夫さんも元カノさんも関連すると思います。元カノ夫の代理人も承諾しています。一致さん、どうですか？私はこの案に乗ることにしたのだ。数日後、夫から連絡が入る。おそらく代理人が動いたのだろう。電話口の夫は焦ったように早口で言う。なんか浮気してると勘違いされてさ。俺とあいつはそんなんじゃないのに。お前ならわかってくれるだろ？なあ、早く帰ってきてくれよ。そして元カノ夫の誤解を解いてくれ。俺たちはただの昔馴染みだって。昔馴染み？元彼元カノなんでしょう？
私に彼女の子供預けて、よく出かけてたじゃない。それはほら、友達としてで、なんだよ、お前まで誤解してんのかよ。母性本能も責任感もないくせに嫉妬だけは一人前か？いいから早くなんとかしろ。わかったな。なんで私が？は？私が反論するとは思ってもみなかったのだろう。裏返った夫の声。畳みかけるように私は続ける。家事も育児も丸投げ、浮気相手の子供を私に面倒見させて楽しかった？ちょ、お前何言って。私が何も知らないと思ってる？二人で新婚ごっこしてるところに代理人さんが来たの。偶然だと思ってる？まさかお前。そうよ。私が教えたの。すぐにあなたのところにも弁護士が行くわ。あなたとは離婚します。詳しい話は弁護士から聞いてね。いっち、待って。夫の言葉を最後まで聞かず、電話を切る。そしてすぐさま弁護士に電話する。待ってもらってありがとうございます。言いたいこと言えました。了解です。ではこれからご自宅に伺いますね。代理人さんと合同で夫さんと話してきます。頼もしい弁護士の返答を聞き、私は電話を切った。決着はすぐに着いた。二人は旅行には行かなかったようだ。さすがに子供を置いてはいけなかったらしい。が、子供に手をかけることはせず、二人で新婚家庭ごっこをしていたらしい。外に出された子供が泣いている様子や、ドアを叩いて懇願する様子が見られていたようだ。ある程度の証拠が集まったところで訪問。素性を告げると二人は一気に青ざめたという。違うの。寂しくて。ただの友達なんです。寂しいって言うから。ありきたりの言い訳が述べられる中、元カノ夫は淡々と事実を述べていく。君たちが適切な友人関係ではないこと、子供をないがしろにしてきたこと。証拠は確保している。追って正式に対応するが、君とはもうやっていけない。離婚だ。子供はこちらで引き取る。君に子供は任せられない。は？子育てなんてしたことないくせに。君だって育ててないだろう。随分あちこちに預けてたみたいだな。お礼と謝罪に丸二日かかったよ。おかげでいろいろな証言も取れた。何も言えない元カノと夫。そこへ代理人が子供を抱いて現れた。パパ。満面の笑みで元カノ夫に両手を差し伸べた子供。たとえ一緒に過ごす時間は少なくても、向けられる愛情が本物だとわかっているのだろう。子供は元カノ夫に抱かれ、元カノに見向きもしない。そのまま家を後にしたそうです。預かった録音を持って報告に来た弁護士は言った。その後私の弁護士も夫たちを訪れ、離婚を宣告。元カノ夫と代理人にやられた直後の二人は、何の抵抗もしなかったという。条件で合意が得られれば、すぐに離婚が成立すると思います。弁護士の言う通り、間もなく夫は全ての条件を飲んで反応した。元カノも家を追い出され、二人は今狭いアパートで、互いを罵り合いながら暮らしているという。私は実家で両親の手を借りながら、復職に向けて頑張っている。娘が1歳になったら、頑張って働かないと。保育園も決まったし、邁進するのみだ。心から言おう、元夫と元カノ様。子供貸し借りとか、さすが浮気するような奴らは、常識からして違う。一気頑張ったね。幸せにしかなれない呪いをかけとくぜ。家事も育児も一致に任せ、自分は元カノと浮気する夫。さらに元カノの子供を世話まで一致にさせようとする二人。子供を抱えながら、一致は見事離婚を勝ち取りました。もしもあなたに一致のような夫がいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメント欄にて教えてくださいね。ちなみに育児休業と育児休暇は、別物だそうです。育児休業は国が法律で定めた公的制度で、育児休暇は企業により対象者や機関が様々です。事前に調べておいた方が良さそうですね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。